チン・ジェソン&ヤン・セジョン主演、30ですが17です。視聴率 9.9% で月日ドラマの1位をキープ写真イコール SBS、KBS、MBC、30ですが17です。が月曜日の放送休止があったにもかかわらず、火曜日に放送されたドラマの視聴率で1位を獲得した。本日、22日、視聴率調査会社ニールセンコリアの調査結果によると、昨日、21日、韓国で放送された SBS、月日ドラマ、30ですが17です、の第17話と18話は、全国基準 7.5%、9.9% の視聴率を記録した。これは、14日に放送された第15話と16話の視聴率 8.4%、10.5% に比べてそれぞれ 0.9%、0.6% 下落した数値だが、同時間帯で1位の記録だ。30ですが17です。は、20日に、第18回アジア競技大会の中継で放送休止となったが、翌日に1位をキープした。同時間帯に放送された KBS2TV 月日ドラマ、ラブリーホラーブリーの第7話と8話は 3.7%、4.6% の視聴率を記録し、20日に放送された第5話と6話の視聴率 4.9%、5.3% に比べてそれぞれ 1.2%、0.7% 下落した。MBC 月日ドラマ、姿勢決断ロマンス、第17話と18話は 2.6%、2.8% を記録、14日に放送さ。出た第15話と16話の視聴率 3.1%、3.5% に比べてそれぞれ 0.5%、0.7% 下落した。